私は良いと思います。エクステリア、外観に関しては好き嫌いかとは思いますが、私はカスタムが好きです。正面から見ればノアを感じさせてくれますわら。インテリア、ノーマルとカスタムどちらも打ち見し試乗しました。カスタムの方が当然高級感はありますが、使い勝手は変わらないので、こだわらなければノーマルでも問題ないと思います。運転席、助手席のドリンクホルダーはいい工夫がされています。シートのフルフラットに関しては車中泊など使いどころは多くないかとは思いますが、後部座席だけでも単純な荷物運びとして十分な広さが確保できるでしょう。エンジン性能、 NA ターボ両方試乗しました。この点がソリオと比べて批判される大きな部分となっていますが、私はソリオに乗ったことがないので具体的な比較はできません。まず NA ですが、私は普段軽自動車乗りなので試乗でのストレスは特にありませんでした。感動こそありませんでしたが、わら。坂道なども走行しましたが、私の軽よりかは登っていける、そんな感じです。エンジン音が少し気になるかなとは思いましたが、あくまで試乗で神経質にはなっていますので、日常的になれば全く気にならなくなるでしょう。これで気になるならハイブリッドに乗る以外選択肢はないかと。次にターボですが、加速反応の良さ、坂道の上り、先の NA でストレスを感じなかった分少し感動しました。エンジン音に関しては NA と同様といった感じです。私的には K からの移行であれば NA でもさして問題はなく思います。同じ 1000cc やそれ以上の車からの乗り換えはストレスを感じることがあるかもしれません。用途に合わせてターボにするかを決めればいいかと思います。よく見かけるなぜ 1000cc なのかについては、排気量を抑えたコンパクト通るワゴンというのが売りになるからではないでしょうか。その 1000cc の力不足を感じる人のためのターボかと。いずれにしてもハイブリッドではない時点で燃費が基本的にソリオに勝ることはできないと思います。まあ燃費なんて運転次第で良くも悪くもなりますが、わら。走行性能、ハンドルが軽いわら。小回りが効きます。乗り心地、運転席視界が広くていいです。後部座席パワースライドドアで乗り降りが楽です。燃費、試乗のため無評価。価格、正直なところあと少し安かったら嬉しいです。同じ 1000cc のパッソと比べたら高く感じてしまいます。当然装備や内装が大きく違うので比べるべきではないのですが、もう一言わら。総評、ほとんどいい点で挙げましたが、私は好きな車です。あちらこちらで酷評だったのでどんなものかとは思いましたが、悪い車ではないのではないでしょうか。そもそも良い車の基準が分かりませんが、高い買い物です。レビューばかりに気を取られず、試乗して自分が良いと思ったものを買うことが何より大事です。